それから僕たちは肩を組んで何かをクソをやり返してやんだって、なんとなく確かにふざけて真剣に思ってた。それから僕たちは別々の道、未来は平凡平均点平行線、足並み揃ってさ大人の階段を登る。それが食べられなくて投げ出して逃げ出して小道芸を掴んだ、こじらせて握手した道場はもう決定が口がどうせ外れたよ、現実は甘くないだって、ヒーローなんてなでやんないだ、そんなこと言われなくたって知ってもだって今だって不安でなくなくそうになる、君と同じに何かをこそやり返してやるなんて大損傷で愛想に使わされて、それに気づかずに浮かれちゃって、見渡すがあそこを揺れつかとない、きっと同じくらい思いを抱えて、君が立つ場所はきっと僕が諦めた未来で、選んだものが違うから分かり合えないこともあるけど、諦めた奴は身を出して指差しこないなんて。